この画面に吸い込まれるような、やべえなおいなんかね、しかも勝てそうだし、このデカさ何なの。エイムやりやすいわ。ここから落としていく。いたいた、やばいやばい、もらったもらった、もらったぜ。やっぱでかいとちょっとエイムがしやすいか。プレイステーション5はね、Amazon プライムが見れるんで、ちょうど今ミラーリンクなんで、スマートフォンの画面がプロジェクターで投影されています。寝ながらゲームやるっていう、この斬新なスタイル。はい、コナンです。僕はですね、ほぼ毎日プロジェクターで映画やドラマを見たり、ゲームをプレイしたりしています。やっぱりね、プロジェクターの100インチぐらいの映像でプレイするゲームはですね、全然迫力没入感が違います。最近はですね、プレイステーション5もね、そうなんですけども、ゲーム機の画質が良くなってきたんで、プロジェクターもね、やっぱりいいものを使いたい。でプロジェクターの進化ってね、ゲーム機以上に早いんですよ。ちょっと前はね、プロジェクターって言ったら10万20万当たり前だったんですけども、最近はね激安です。びっくりです。今日はですね、新しく出たレイフォトのマルチメディアプロジェクター、こちらを使ってですね、ゲームをねプレイしていきたいなと思います。片手で持てる、しかもワイヤレス接続までできてしまうということで、ちょっとね楽しみです。それでは開封していきたいなと思います。かなり立派な専用キャリングケースに入っているぞ。こんなに立派じゃなくていいから安くしてほしいみたいなのありますけども、まあこれ便利だよね。なんか背負えるようなリュックにもなってます。これはちょっと持ち運びにむちゃむちゃよくね、やりすぎだろっていう感じ。ちょっといい感じのね、カメラバッグみたいな感じ。カメラバッグとしても使えるんじゃないの。さあプロジェクター、思ったよりやっぱりちっちゃいよね。ちっちゃくて軽いです。これならなんか持ち運びできる。しかもレンズでっけえな。さあそして付属品がリモコンが入っていました。これはね、プロジェクター使うときに非常にあると便利です。そして接続ケーブルも入っていました。あとは取扱説明書と、まあ説明書読まなくても大体わかるけどね。さあロジクールのスピーカーの上にセッティングします。いい感じじゃないですか。設置距離はですね、これ結構ね単焦点なんで、壁からあんまり離さなくてもね。早速ですね、電源入れて壁に移してみました。僕はですね、特にねスクリーンとか使っていません。結構ね壁の面はねデコボコしてるんだけど、それでも結構くっきり映ってるね。ちょっとフォーカスちゃんと合わせてみましょうか。おお、結構ねちゃんとしっかりシャープに映ります。そして台形補正もねできるんで、ちょうど四角く映るように調節しましょう。いいね、かなりね鮮やかに映っています。早速ですね、任天堂スイッチのゲームねやってみましょうか。それではですね、マリオカートをやっていきたいなと思います。このプロジェクターはねすごくくっきりで、コントラストがはっきり出るよねこの迫力にね笑ってしまいます。これレースゲームなんかいいよね、まあ、やるからには勝つわ。いくぜ。この画面に吸い込まれるような。今ですね、音はねプロジェクター内蔵のスピーカーから音を出しています。なんだけど音めっちゃでけえ、しかも結構音いいぞ。これならね外部スピーカーにねつなげる必要もないかなと思います。普段やってるマリオカートがなんか全然違うゲームのように感じます。やべえなおいなんかね、しかも勝てそうだし、俺は行くぜ、狙っていく。おっと危ね。マジでこれ今ねだいたい100インチぐらいでね投影しています。でこのプロジェクターね、結構壁から距離離さなくても、壁の近くでもね100インチぐらいで映せるんで、これはなんか狭い部屋でもいいよね。行くぜ。よっしゃ、やべえあのゴリラ
これが危ない危ない危ねえ画面のね遅延だとかねこのフレームレートがどうこうとかそういうのはね全然感じません。本当にでっかいね画面のテレビでプレイしているような感じだから、プロジェクターも良くなったよね。で、今ね、ちょっと撮影のために部屋ちょっと明るくしてね、ここにライト置いてやってるんだけど、それでもね、しっかりと映ってます。だから、ちょっと明るい部屋でもね、全然問題なくね、映るんじゃないかと思います。だから結構さ、明るいんだよね、今のプロジェクターってさ。で、ランプじゃなくて LED なんで、まあ省エネでね、しかも、ランプ切れとかね、そういうこともなく、楽しめるんじゃないかなと思います。おっと、独走体制じゃねえか。やべえ。久々のマリオカートですけども。おっと、やべえ。なんとかグランプリ取りてえな。おっしゃ、投げる。もう、引き込ま、画面に引き込まれるわ。いけるぜ。もらった。あっと、ここは加速帯使って、あっとやべ、ああ、マジか、ああ、よっしゃ、もらった。もらったぜ、危ねえ、今、くっちゃ接戦じゃねえ。やべえな。結構これスイッチだと、画面もくっきり出ていいよね。今ですね、壁から1メートルぐらいのね、距離で画面見てますけども、それでも全然ね、画面の荒さとかありません。解像度がね、フルエッジで、ネイティブのフルエッジでなんで、まあそのあたりは心配ないかなと思います。それではですね、スプラトゥーン2やっていきたいなと思います。やばいな。このデカさ何なの？やるからにはマジでいくわ。勝ちてえな。おっと、ポジション取りが難しい。ここはこっちから行くわ。この場所取りがね、これってでけえな。でもなんかエイムやりやすいわ。ここから落としていく。よっしゃ、もらったぜ。ゲームってね、勝つばかりがゲームじゃないんですよ。楽しんだもん勝ちだからさ。そういう意味では最近なんかゲーミングディスプレイとかね、あるんだけど、僕はねゲーミングディスプレイとかでやるよりもプロジェクターでね、でっかい画面で没入感バリバリでみんなでワイワイね楽しみながらゲームをやる方が好きかな。で、やべやべ、もらったあっと、カーリングボム気持ちいいね。いけ行ったか。逆転。よし、もらったいい感じじゃないの。お、まさかの逆転か。よっしゃ、あぶね、ピンチからの逆転ですよ。さあ成績はどうなの。成績は微妙っすね。いいんだよ、勝てばいいんだよ、チーム戦だからさ。それではですね、プレイステーション5版のフォートナイトやっていきたいなと思います。今ですね、プレイステーション5とプロジェクターをね HDMI でつないで、で僕はねマウスとキーボード派なんで、プレイステーション5にねマウスとキーボードをつないでプレイしています。まあやっぱりね、フォートナイトずっとねパソコンでやってたんで、やっぱりマウスとキーボードの方がしっくりくるんだよね。そしてこの大画面半端ねえな、没入感すごいです。やっぱりプロジェクターだよな。このね、一回プロジェクターでゲームやっちゃうとね、戻れません。この没入感半端ない、この視界いっぱいにね、この
こう視界いっぱいにさ、このゲームの画面が広がっているっていうのはね、もうまさにもうゲームの中に入ってプレイしているような感じ。何なんだろう、これもう表現が難しいよね。映画館でさ、映画のスクリーンでゲームプレイしたら最高だよねっていう、あれをねまさに家で実現できているような感じです。次やるからには勝つわ。あっちか。お、もう戦闘してますね。加わるわ。さあキルしに行くぜ。いたいた、やばいやばい、もらったもらった、もらったぜ。やっぱでかいとちょっと演技がしやすいか。やべ、助けに行こう。危ない危ない。さあ2人がかりで助けるぞ。やっぱチーム戦なんでね、1人でも減るとやっぱり。今年はさ、コロナの影響でさ、映画とかさ、僕映画好きなんで結構映画見に行くんだけど、映画もさ見たりできないじゃないか。そういう時にね、やっぱ家でさプロジェクターで映画見たりねするのもいいんじゃないかなと思います。あっとやられた、マジか、助けてくれ、ヘルプ。マジかよ、奇襲攻撃。ここで隠れよう。マジか、やられている、やられている、やられている。どうなの、勝ったの。ああ、やべ、やられている。マジか、終わった。よし、回った。いたいたいた。何してんのこれ。やべえ、やべえ、いけるか、いけるか。やべ、
おい、なぜ任してください。と言いつつ久々のビクロイですけども、やっぱりねプレイステーション5の画面綺麗、そしてこの大画面でやるフォートナイトはね格別です。緊張感もむちゃむちゃだけどね、半端な感じとかね。一応プロジェクター自体は 4K 入力対応なんだけど、まあネイティブ解像度はフル HD ということで、まあそれでもねかなり綺麗な高精細なね感じが出てるんじゃないかなと思います。プレイステーション5はね Amazon プライムが見れるんで、僕ね Amazon 野郎なんで結構見たりしています。このね JK からやり直すシルバープランとかね結構面白いです。あとはねこの恋温めますか、何回見ても面白いよね。あ、僕の大好きな大門未知子あるじゃないか、もうね3回ぐらい見ました。あと YouTube なんかもですねプロジェクターのね大画面で見ると最高です。おはじきキャンペーンなんか自分の動画見るのもなんか変な感じがするよね。スマートフォンと Wi-Fi でワイヤレスで今プロジェクターとね接続してみました。これは便利だよね。まあ、例えばねプニプニとかもねできますよ。ちょっとやりましょうか。ちょうど今ミラーリンクなんでスマートフォンの画面がプロジェクターで投影されています。大画面でねプレイできると、まあ、あんまりこういう使い方するかどうか分かんないけどね。まあだけどさ、なんかみんなとシェアできるってのは面白いよね。さあ勝てるのか勝てるのか勝てるのか、勝つだろ勝つだろ、しかも勝って仲間にするだろ、いけるのか音でけえな。さあ行くぜ、これ攻撃力アップだね。さあもうね実は何体か仲間にしています。またちょっとねプニプニのは別の動画にねしたいとは思いますけども、音でかっ、いきます。だからさ、みんなで楽しんでスマホのゲームとかやったりさするときにはいいかもしれないよね。さあ行きましょうか。さあ攻撃力アップからの、そしてアスカちゃん、このキャラクターボイスがいいよね。そして大量プリテッシュ、そしてアスカ行くぜ行きました、フィニッシュ。だから友達とプレイとかするときにこう見せるときにね結構便利かもしれません。僕結構ね TVer で見逃し配信とか見ることが多いんだけど、まあそれもさワイヤレスでね今プロジェクターに接続して、これで大画面でさドラマとかさ見れるのはさ結構便利かなと思います。スーパーリッチ最終回感動ですよ。僕は絶対に守るやっぱねこの大画面でねドラマを見る、結構ね僕ねビール飲みながら夜な夜なこのドラマをねプロジェクターで見るのが好きなんですよ。このプロジェクター便利なのは後ろが平らなんですよ。なのでこれさ普通に縦に置けるんです。するとねなんとですね天井に映すことができてしまうんです。なんかこれならさ部屋にね壁とかがなくってプロジェクターをね映すところがない人でも天井ならねあるでしょ。しかもこの寝転がりながらねゲームプレイするのはねむちゃむちゃイージーです。もうその勝負とかそういう以前にねゲームを楽しむっていう意味ではいいよね。ちょうどですね床から天井までの距離がこの投影距離にちょうどいいぞ。やべやべ、ちょうどね100インチぐらいにね映せます。ちょっと100インチよりちっちゃくなるかな、でも相当大画面、しかも結構くっきりです。だから夜寝転がりながらね寝ながらゲームやるっていうこの斬新なスタイル、これから流行るんじゃないの。
っていうか勝ち手は。でもなんか天井に映すスタイルってのはね、僕初めてなんだけど、これはこれで楽しくなるね。